どうも、アニです。そしてこちらが我が家で大量のカメを飼育しているオケなんですけども、ここには、ね、4種類のカメがあります。これがミシシッピアカミミガメとスッポンで、たくさんここにいるのがこいつだけクサガメなんですけど、あとはみんな宮古島で捕まえてきた八重山イシガメというカメですね。八重山イシガメって石垣島とかに住んでて、石垣島では保護対象なんですけど、宮古島では国内入手として外来種として輸入してしまっていて、天然記念物の宮古サワガニとかを食べてしまうってことで駆除対象になってるんですよね。こんなね素晴らしいカメがちょっとね駆除されちゃうのはもったいないなと思って、見つけたやつを片っ端から捕まえて持って帰ってきてます。保護ってわけでもないですけど、このカメたちはね、いつか俺が道取りを取って欲しいっていう人に売ったりね、あげたりして飼育とかしてもらえたらいいんじゃないかなと思ってる感じです。で、今日はこのカメが大量に泳いでいる池にこちらの大量のザリガニをねぶちまけて、みんなにザリガニを食ってもらおうという感じです。では早速投入してみましょう。すごい、やっぱ緑髪がすごいですね。緑髪が一気に食いついてます。え、八重山石髪が、あ、すでにちょっと死んじゃってるザリガニもいるですね。ちっちゃいザリガニを食べてますね。陸地に上がってた奴らも食べに来ました。こっちはクサガメ頑張って追いかけてますけど、逃げられてます。こっちの八重山石ガメも食べようとしてます。緑ガメはやっぱ食うのうまいっす。ザリガニ食ってんな。カオスって感じですね。山石神たちもザリガニを食べてます。最近ね、うちのカメはほとんどザリガニばっか食ってますね。水すぐ汚れちゃうんですけど、どういうことしてるとここからね簡単に排水できるようになってますんで、週2ぐらいで水替えしてますね。
八重山石がね、やっぱ野生で捕まえた個体たちなんで、ちょこちょこ甲羅がなんか変な感じになっちゃってることがいるんですよね。もう健康です、元気です。こんだけ亀いてもね、全然みんなね喧嘩とかしないですね。ドリガメがすげえ激しく呼吸してる。すげえ。もう結構あれですね、ミドリガメが捕まえてぶっ殺したザリガニをみんながその残飯を食ってるみたいな感じになってますね。見せつけてます。おこぼれを預かりに来た。食べてる。あいつなんて昨日ね、あのゴキブリを20匹ぐらい食わせる動画撮ったばっかなんですよ。なのにこの食欲だから、餌の取り合いはするけどね、亀同士で攻撃し合うとかはないんですよね。という感じで今回の動画は大量の亀に大量のザリガニを与えるという動画でした。まだ食うかという感じで今回の動画はこれで終わりです。今後もね、この亀たちに餌やりをする動画は出していこうと思っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をしてまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。あの最近話題のデオコっていうボディソープあるじゃないですか、女子高生の匂いになるとかいうやつ、あれ買いましたので、私も今後女子高生として扱っていただくようお願いいたします。